やったー、バクロン捕まえたいてててててて、あー、いたたたたた、おい、時によそ見して歩いてこな。悪像こそ、え、入れ替わってる。たくぞお兄ちゃん、うん、ときめお兄ちゃん、はい、あ、本当だ。どうしたら元に戻るんだろう。私この後サーナちゃんと遊ぶ約束してるのに。なんかこれ、ん、え、おじゃーい、あー、ときめお兄ちゃん、はい、あー、もうややこしいな。たくぞお兄ちゃん、行っちゃったね。もう何が面白いなの。全然面白くないよ。とにかくどうしたらいいか考えなきゃね。なあ、ときみじゃないの。うん、ときみじゃないよ。どうだよ、僕たくぞだよ。たくぞ、あんたそんなわけないじゃないの。さあ、見て見て、ときみの体って軽いからこんなに跳ねられるんだよ。もうダメ、それじゃ甘えないの。もトキミ、トキミじゃなくてタクゾ、タクゾ、え、トキミ、え、どっち見た目はトキミなのにタクゾ、え、どっちなのこれ。そういえばさ、ん、ママとさ、僕タクゾってさ、同じ学校にいること少ないよね。親父家族なのにさ、なんじゃん。それはあれよ、大人の事情っていうか、だって同じ人間が二人同じ所にいるなんてさ、無理じゃない。だから、なんてこと言わすなんだ。それは触れちゃダメでしょ。もう、あの、あー、もうこうなったら本気で捕まえませんよ。もう、あれ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 、なんかもう飽きちゃうだろ。あっちが、こらー、タクゾー、待ちなさい。こらー、待ちなさい。ママの声だ。何かあったみたい。行ってみよう。あ、タクゾお兄ちゃんが何かしてたら、ときめお姉ちゃんこの格好で行くのまずいから、ハードル行ってくるよ。確かに、必ず元に戻してみせるから。あの、なんか頼もしくなったな。ママ、何かあった。だってまるでマー君じゃん。ハード、黙って、あんた、ちょっと待って、待って、どうしてもこうしてもないわよ。突然トキミが現れて、なんかここでバーって暴れて、あれはタクゾー、あー、あれはタクゾー兄ちゃんだよ。あ、やっぱりそうなのね。もうとにかくタクゾーが暴れまって大変だったのよ。あー、タクゾー兄ちゃんとトキミお姉ちゃんが入れ替えちゃって、タクゾー兄ちゃんがとにかく楽しいモードになっちゃったんだよ。タクゾーの楽しいモード、楽しいな、楽しいの、楽しいな、大変だ。早くタクゾーを止めないと。ママ行こう。これタクゾー、もうママ出ようよ。ちょっとちょっとタクゾー、何やってんのよ。僕ね、これでね、うまくね、作ろうと思ってたんだけど、全然ね、うまくいかないんだよ。うまくいかないも何も、こんなにもうこの散らかしちゃってどうすんの。そうなの？あんたね、ケーキっていうのはまずこういうのを用意して、これでこうやって、やめるから、ママにあげる。ハーノ、ママは大丈夫かな。ママー、ハーノの声だ、何かあったんだ。でもハーノが任せてって言ってくれたんだから、ハーノにここは任せよう。でも私もどうやったら元に戻るのか考えなきゃな。
の宿題やったの。二人とも大丈夫？何？あ、あ、かなり乗ってる。やったー。そっか、大きな声をパワーにしてぶつかればいいんだ。いけミュウツー、ラジオも負けんな。えいえい、ドバドラ。見つけたぞ、タクゾ兄ちゃん。あ、あの道に遊ぼうぜ。今ね、こうやってね、ジョジョとね、ミュウツーとね、こうやってポケモンバトルさせてたんだよ。だから、ハードから次はめっちゃ。タクゾー兄ちゃんをおとなしくさせることなんてできないよ。え、じゃあ次はカワイゴンの相手だ。なんだハノ、お前もう飽きたのか。なんだ、じゃあ俺マッチ行こう。動けないよ。あ、行くぞ。あ、トキミ、お前ずっと氷なのか。こんなに楽しいことになってるんだから、お前も遊べばいいのに。ないよ、それよりタクゾー、私元に戻る方法見つけたよ。え、なになに。大きな声を出してぶつかれば元に戻るんだ。うん、それじゃあ行くよ、せーの、元に戻れ。タクゾー？ドキリ？え？元に戻ってない。なんで？あんだよ、ただ痛かっただけじゃねえかよ。あれ？もういいや、遊ぼうっと。あ、タクゾー待って。どうしよう、このままだとまたタクゾーが暴れちゃう。え？え？うわ、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 あー！いてててて、ドキミ？タクゾー？え？やったー！元に戻ったー。元に戻ったみたいだね。どういうこと？実は動けないよ。誰か助けてー。よ、俺が来てやったよ。あ、よく動画に出てくる変なおじさん。あ、とりあえずいいからこのカリゴンとかして。任せな。よっ、わー、あ、おじさん、ありがとう。あ、そうだ、あ、おじさん、おじさん、あの、私のお姉ちゃんとお兄ちゃんから入れ替わっちゃったの。どうにかできないかな。できるぞ。そんな簡単に。ああ、見てろよ、ほらよ。本当に戻ったの？戻ったぞ。なんだったら二人のとこに行ってみな。じゃあな、チャオ。何のことだ。とにかく元に戻ってよかった。うん、みんなも二人が元に戻ってよかったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。タクゾー兄ちゃんは早くママのところに行ってお片付けして謝るよ。もう早く。あー、ごめんなさい。タクゾー、私の体で何したの？ポケルン TV のイベントを開催するよ。詳しくはこの動画の概要欄をチェックしてね。みんなに会えるの楽しみにしてるよ。せーの、待ってるよ。相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。猿乗りだったので火花を選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。